リバティはアメリカ海軍の技術調査官、ベルモント級技術調査官の2番艦。1967年6月8日に発生したリバティ号事件でイスラエル軍の攻撃を受け大きく損傷した。艦はシモンズビクトリーの艦名で海事委任契約したオレゴン州ポートランドのオレゴン造船株式会社で1945年2月23日寄港する。 1945年5月4日に海事委員会に引き渡され、カリフォルニア州サンフランシスコのパシフィック・ファー・イースト、ラインのチャーター線となる。シモンズ・ビクトリーは1958年まで商用利用され、その後海事管理局に返還されると、ワシントン州オリンピアの国防予備役艦隊入りする。1963年2月に海軍はシモンズ・ビクトリーを入手し、 ポートランドのウィラメット鉄鋼所で補助官邸に改修する。6月8日にリバティと改名され、戦隊番号 AG-168 が与えられた。1964年4月1日にアグトゥル -5 に艦首変更され、12月にワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍造船所で収益した。1965年2月にリバティは 西海岸からバージニア州ノーフォークに向けて出港する。ノーフォークでリバティは国家安全保障局の電波情報収集任務のため、月面反射通信等の設備が装備され、その費用は2000万ドルが費やされた。6月にリバティはアフリカの西海岸沖合の海域に最初の配備が行われた。続く二年間にわたっていくつかの作戦活動に従事し、 1967年に地中海に配備される。イスラエルとアラブ諸国との間で行われた第三次、中東戦争の間に、リバティは地中海東部で電子情報を収集した。1967年6月8日の午後、リバティは市内半島沖の公海上でイスラエル軍の攻撃を受ける。イスラエル空軍機と海軍の魚雷艇による攻撃の結果、 乗組員34名が死亡し173名が負傷した。また、リバティは船体に50フィートの穴が開き、流骨部分を大きく損傷した。乗組員による懸命なダメージコントロールで、リバティは自力で現場海域を離脱した。その後、第6艦隊の艦艇による護衛のもと、マルタ島のバレッタに移動し、応急修理が行われた。修理の完了後、 リバティは1967年7月27日に帰国する。リバティは1968年6月28日に退役、同日除籍された。その後のフォークの大西洋予備役艦隊で保管され、1970年12月に外事管理局に処分のため移管される。リバティは1973年にメリーランド州ボルティモアのボストンメタル社に、 スクラップとして売却された。リバティは大統領部隊官場を受賞し、官庁のウィリアムマクモナグル中佐は名誉勲章を受賞した。ありがとうございます。